男はお酒が飲める女子が好き。男はほろ酔い女子が好き。男は居酒屋に一緒にいてくれる女子が好き。どうするマブミ。私のことだけ見て。
ええことありますよ。おめでとうございます。おめでとう。めでたしめでたし、ありがとう。あれ、え、今日誕生日やったっけ。あ、違うわ。うん、ちゃうわちゃうわちゃうわ。いつ誕生日。私明日なんですけど誕生日。え、フライング。1月8日じゃなかった。1月9日明日やね、うん、え、成人の日誕生日やんな。いや、違う違う、成人の日はあの固定なんよ。うん、毎週月曜なんで。そうそう、11月23日が絶対勤労感謝の日とかじゃなくて、成人の日は毎年違うのね。違います。日にちは違いますね。変わります。つまり誕生日今日ではない。1日間違えちゃった。ハッピーバースデー。間違ってる。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ということで、あんたさん、ヤクルの誕生日。ハッピーハッピー、みんなでバースデーソングせーの。ハッピーハッピー、ハッピーバースデー。おいおい、ハッピーハッピー、ハッピーバースデー。今日は君にとって特別な一日、サプライズ用意してるの。見せたらあかんよ。さあ誰行きますか。え、そう、もう見すぎ俺のこと。夜景のレストランの練習しすぎ。さあどれ行きますか。どれがいいかな、どれがいいかな。いいですね。大体お客さんがね、あれだあれだって言ってるんですけど、今回ゼロヒットということでね、全然協力的なお客さんじゃないですけど。さあどれ行きますか。あかんよ、あかんよ。この中から1個ですか。そうよ。
じゃあなんか奥が騒がしいんで気になるので奥がいいかなと思います。雨で、はい、はい、じゃあ行きます。ヤグラのプレゼントオープンまで3、2、1、オープン。はい、やって、はい、やって、最悪や。なんでそっちが悪い、嫌なってんの。最悪や。こっちのセリフやねんけど。鉄板やで。はい、鉄板。鉄板やで。踊ってよ、それは。鉄板。鉄板。おのおのが食べに行くっていうスタイルで。なんでなん。まあ、とりあえずじゃあ今度行きましょう、やけど。イエーイ。頑張れ。なんで嬉しそうちゃうやん。だってこれメンバーと行くっていうやつやし。いや、ちゃうし、俺やし。いいコース食べような。仲良くして家族。というわけで続いていきましょう。せーの、ヤグラお誕生日おめでとう。全員でハッピーハッピーハッピーバースデー、ハッピーハッピーハッピーバースデー、何回何十回でも伝えるよ。全員でハッピーハッピーハッピーバースデー、ハッピーハッピーハッピーバースデー。紅白のアドやん。ということで皆様ありがとうございます。まあ、ちょっとねここだけの話しようかなと思うんですけど、はい、これまあ最初ね SE から登場で1曲目エビ割り先生だったと思うんですけれどもね、はい、まあ、SE の時に、まあ、自分の立ち位置、うん、こあっちの方に行くんですけど、その時ずっと鳴らしちゃって。あ、出てる出てる。あのずっとおならしちゃったので、ちょっと SE の後半は半笑いなので、もしあのアーカイブとか別に言わんでも高い話なんだ、わざわざ自分で言うの上がったら聞いてほしい。そんなことで大事な告知があるでしょう。ありません。1月13日川崎スペルノーバというライブハウスにて、中村アメの生誕祭とヤグラの生誕祭、こちらね昼の部と夜の部で2個同日ですね、2公演させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の土曜日ですね、ぜひ遊びに来てくれたらなと思います。ということで明日もヤグラちゃんの誕生日ということで、あ、メイさん明日です。知ってます、知ってますよ。間違えてましたけど、家族家族。ということでラストみんなで万歳してまいりましょう。万歳。めちゃめちゃ痺れるよね。